で今日は槍のお話でしたね。そうですね、これがね忍者の槍なんですけども、ね、変わっているでしょ。それからねこれがとっても短いんですよ。ああなるほどね。これはね狭いところで戦ったりね、それから木の中でね戦うのにね短くて非常に便利だったわけですね。先生、その槍の先にこういうふうについてるのは鎌なんですか？そうですね、これが鎌槍の一種なんですよ。大抵の十字槍ですとね相手の方を向いてるんですがね、これは反対ですね。これがね非常に有効なね技をするわけですね。先生、どんなふうに便利なんですか？本間さんね、槍の使い方ご存知ですか？槍ってえいってついちゃうんですか？そうですね、確かにつくことは多かったんですけどもね、実際にはねもっといろいろなね使い方があったわけですよね。ああいうふうにして引っ掛けるわけですね。そうですね、その他にね忍者の槍はですね突く、払う、叩くと、それから引っ掛けるわけですね。それからこれは素槍ですね。それからこれが十字槍ですね。それからそっちの小さなのは、ああこれですか。これはね打ち根というんですよ。でこれはね敵の多いところでね白兵戦の場合ですね、混んでいる時にこれで使うと、また槍やその刀の長いものを使えないような場所でもってこの打ち根を使うわけですね。それからねこれをね殿様のねお籠の中へ入れておいてね護身用にもしたんですよ。こんな小さい打ち根でもねまだまだいろいろなね使い道があるんですよ。馬上から降りる際ですね、これを敵にぶちつけて、そして下に降りて敵と戦うということもこれでできるわけですね。それからここに刃がついてますね、この刃でもってですね敵を斬るということもできるわけですよ。このようにね忍者の槍はいろいろな実戦においてですね使うことができたわけですね。ああこれがねサルトビの術ですね。忍者はですね槍を使う場合ですね、一人でもってやるんじゃなくてね集団でもって使ったようですよ。ではまた。